はい、それではウェーバー歌劇オベロン序曲3回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、133小節目からの解説となります。はい、この16分音符のフレーズ、まず、ポジション移動なんですけれども、まず最初は、全て、ここまでまず、デーセント取りまして、そして、後半の、3拍目に、なります、フレンチ音符の、形のその前のゲーから、ゲーセンに移るという形となります。もう一度、弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。そしてその次の、135小節目のアフタクトからなんですけれども、で、ここはで、まず、1拍目のチスまで取ります。ここまで、アーセンで取りまして、あと残りを全て、デーセンで取るという形となります。そしてその後はここはもうそのまま、第1ポジションでまとめて取ることができます。はい、で、今のボーイングなんですけれども、普天四分音符がダウンになりますので、そこからもうその次の、残りの2つの16分音符をもう一度ダウンで弾き直して、この形でそこのボーイングを続けていただきたいと思います。はい、そして、その次ですね、137小節目のアフタクトからなんですけれども、ここの、まずその前のアフタクト、このアイス、チスを、ここはもう、移動は伴いますけれども、これはなるべく、ゲーセンで、同じ、ゲームで、取っていただきたいと思います。この、ポジション、素早い移動は伴いますけれども、同じポジションで、こちらで取ってしまうと、この威厳が、テンポが非常に速くなりますので、ここが、もう威厳が大変になってしまいますので、ここはできるだけ、ゲーセン1本で、取っていただきたいと思います。はい、そしてこの137小節目からは、でもう第3ポジションからあとはそのままモゴソドックスに、ゲーセンで降りていただいて、その後はもう第1ポジションを中心としたポジションで、取れる形となります。はい、で特に注意していただきたいのは、138小節目の、4拍目の裏拍に、杖があるんですけれども、ここ の, 臨時記号を、まれに忘れてしまうという方がおりますので、ね、そこだけ、注意していただきたいと思います。はい、そして、その後ですね、139小節目の、ホルザントの、ゲームはですね、ここはもう、このもう一回、ダウンで弾き直すという形となります。はい、で141小節目からの5小節間はもう問題ないですね。もう、ピアニッシモと書いてあるのがありますので、もうポジションも、もう、第1ポジションでも構いませんし、第2ポジションで、取っていただいても構いません。はい、そして、その後、146小節目なんですけれども、この、フォルティッシモになった部分、ここのポジションは必ず同じポジションで、ここは取ります。で、すなわちここは第3ポジションになりますね。こちらですね。そしてその後、同じ形が出てきます。148小節目もここも、第4ポジションで同じ、まとめて取ります。もうこの形でも必ずまとめて取っていただきたいと思います。はい、でそして150小節目からなんですけれども、ここは、まず最初はここはもう、ゲーセン1本で始めまして、そして、3拍目の裏拍にギスが出てくるんですけども、このギスを必ず、デーセンで、同じ第3ポジションで2の、で取っていただきたいと思います。そうするともうこの、でその後のデーとチスの絡みがもうまとめて、取れる形となっていきます。はい、この形が、2小節間続きまして、で153小節目なんですけれども、ここも、ここも、今最後の、3拍目の裏拍を、読んで取りましたけれども、もう必ずここも第2、第3の中間ポジションで1と4というで、ハーとリスを、まとめて、取っていただきたいと思います。で、ボーイングなんですけれども、今弓順で弾きましたけれども、他にも、その2拍目の、8分音符をアップアップというふうに取る方法もあります。この形で取るという方法もあります。はい、で154小節目からはもうフォルティッシモで、この8分の刻みが、続く形となります。はい、で、165小節目からはまた、再現部という形となりますので、もう、このデーとアーはも
必ず同じポジションで、取っていただきたいと思います。はい、その形が、この再現部が続く形となっていきます。で、その後もほぼ同じ形が続いていきますので、で、もう、フォルティッシモを強調したいので、まあ、あの、デート、この、刻みの部分はもう思い切っても解放で取っていただいても構いません。まあ、こちらが取りやすいという方は、まあ、抑えて、あえて抑えて取るという方法もあります。はい。で、173小節目、この、ゲート、アード、この、スダンの形は、まあ、ここも、まあ、こちらでも構いませんけれども、まあ、あえて、まあ、こちらでもう第3ポジションで冷戦で取るという方法もあります。この場合は3拍目までもうこの第3ポジションで取りまして、その後、この4拍目だけはこの弦は解放で取っていただいて、その後のキスをハーフポジションで取るという形となります。はい。で、今ここのボーイングなんですけれども、このスラーは、3拍目までありますので、次の、ボーイングの兼ね合いを含めまして、ここはアップという形で入っていただきたいと思います。はい。で、その次の小節の情報形の形もここもオーソドックスにもう、第2ポジションからもうあとはもうゲーセン1本で、取れる形となっていきます。はい。そして4小節間、デートは刻みが続く形となりまして、その後ですね、179小節目、ここは、で、この2拍目からのこの、ダウンアップにするか、あるいは、アップはダウンっていうふうに逆読みにするという方法もありますよね。まあ、これもどのような形にするかっていうのは、まあ、必ず、まあ、いろいろ、まあ、賛否があるんですけれども、まあ、どちらか選択していただいて、やりやすい形を考えていただけたらと思います。はい。そして、その後ですね、その4拍目からはここがもう、で、ゲーセン1本でもうそのままもうここがもう、ゲーセンで中心に取れる形となります。はい。で、181小節目、この最後の2拍目からはここはもうちょっと押さえづらいんですけれども、こうやってできるだけ第5第6の中間ポジションを使っていただいて、まあ、こうするともうそのままその後ですね、ヒスと、チスの形がもうまとめて取れる形となっていきます。はい。今日はここまでとさせていただきます。はい。先ほども、まあ、ちらっと説明したんですけれども、特に、この、曲はですね、臨時記号がかなり離れた場所についているところがありますので、その臨時記号を見落とす、方が、まあ、稀にいますのでね、その子も見落とし、どうしても見落としがちという方は、もう必ず手書きで、ナチュラル、あるいはシャープ、フラットをしっかりつけていただけたらと思います。はい。3回目の解説は以上になります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。